はい、今日はですね、トリム UI からね、発売されましたトリム UI スマートプロ、こちらのね、商品を紹介してみたいと思います。はい、で今回ね、この商品なんですけども、 Mac DIY さんよりね、ご提供いただきました。本当にありがとうございます。はい、ということでね、早速箱開けからね、やっていきたいと思います。これね、もう箱にね、この写真が載っているんでね、まあ、どういったものかはもう分かるんですけども、はい、これ開けますと、あ、説明書でしょうかね、上に載ってますと思ったら、これ1枚の紙切れのようですね。はい、ボタンの配置図と、あとはですね、ファームウェアのね、アップデートの仕方がね、載っているようです。はい、これはね、また後でね、ちょっとアップデートはやってみようかなと思います。はい、ではね、早速これね、箱から取り出していきたいと思います。はい、スポンジでね、覆われてましてね、はい、このスポンジを取りますと、はい、このように本体が見えるわけなんですけども、はい、保護シートがね、貼ってないように見えるんですけどね、ちゃんと保護シート貼ってありますね。はい、もうこのままね、使っていきたいと思います。はい、であとね、 USB-C の充電用のケーブルが入っています。はい、ということで、まあ、内容物はね、まあ、ご覧のように非常にシンプルな構成となっております。はい、ただですね、ちょっと注意していただきたいのは、このね、充電用のね、まあ、コンセントから変換するアダプターがね、入っていませんので、このアダプターはね、自分で用意する必要がありそうです。カラーはね、こちらのね、3タイプが同時発売されています。一番上がね、このホワイトバージョン、ボタンがね、グレーになってますよね。はい、こちらのね、ホワイトバージョンと、あとね、もうこう真ん中にありますこのブラックバージョン、はい、こちらボタンがね、黒色に、ね、なってます。で、一番下のがね、これグレーバージョンと言われる、ボタンがね、赤色のもの、このね、3タイプがね、発売されています。で、こちらがね、僕がご提供いただいたのが、このね、グレーバージョンというふうになります。まあ、グレーといってもね、まあ、白に近いんですけどね。はい、ということで、まあ、これね、詳しく見ていく前にですね、まあ、トリウム UI がね、今までどういった製品を出してきたのか、ちょっとね、見てみたいと思います。まあ、トリウム UI ってね、あまり大きな会社じゃないんですよね。そのために1年にね、出すのは1つの商品のみとなってます。で、こちらがね、2020年に発売されましたこのね、トリウム UI の1号機になります。はい、こちらね、モデル S と言われるもので、まあ、カードタイプでね、もう爆発的にね、人気が出た商品になります。はい、でこれね、1年後にね、ポーキリーさんの方からね、発売されまして、同じものが、はい、多分 OEM だと思うんですけども、まあ、僕がこれ手に入れたのはちょっとポーキリーバージョンではあるんですけども、まあ、中身はね、トリム UI と全く同じものとなってます。はい、もうこの小ささでね、非常にね、あのボタンもね、押しやすいですし、あのちゃんとゲームができるんですよね。こちら画面サイズよりも小さなボディという風になってます。はい、まあ、非常にね、これ人気が高くてね、はい、もう当初ね、売り切れでね、僕も買えませんでした。で、これね、ゲームウォッチと比べてもね、一回り小さいながらにちゃんと LR ボタンもついてるんですよ。で、これね、これゲームウォッチにね、LR ボタンがあればね、もうファミコンやゲームボーイだけじゃなしにね、もうね、アドバンスやね、スーパーファミコンもできるんでね、この LR ボタンはね、これゲームウォッチにね、ぜひ採用してほしいなとちょっと思ったぐらいなんですよね。まあ、それぐらいね、この小ささながら、このね、トリム UI のね、このスマート S、 ファミコンだけじゃなしにね、ゲームボーイアドバンスもね、スーパーファミコンもできます。で、2021年、さらにね、1年後に発売されたのがこちら、トリム UI スマートになります。はい、ちょっとね、白色になって ちょっとね一回り大きくなってるんですけども、路線は同じですよね。まあ、手のひらサイズで、ね、非常にこのコンパクトな、このゲーム機を目指しているという感じで、はい、これもね、まだこの、この画面内に収まるサイズですよね。はい、ということで、まあね、右下の1号機、左下の2号機ということで、今回ね、発売されたのがこれが3号機という風になります。はい、ということでね、明らかにちょっと路線変更してますよね。はい、ということでね、早速見ていきたいと思います。まずこれ、液晶がね、これ 4.96 インチということで、大きくなってますよね。もちろん IPS になってます。はい、ただね、パッと見てね、思うのがね、ボタンがちょっと小さいかなと、はい、このね、十字キーもね、ちょっと小さいかなと思います。アナログはね、押し込み式ではない、タイプになります。はい、で、右がね、下が、スタート、
そしてセレクトということになります。で、根元にねスピーカーがついてますよね。はい、このフロントにスピーカーがつくのはいいですよね。で、こちらがメニューボタンになります。はい、ちょっとね十字キーがねちょっと小さいかなと思うんですけども、これねちょっと今までのねこれ旧機種と比べても分かりますかね、ボタンの大きさほとんど変わらないんですよね、うん、せめてねこれねハードがでかくなったんで、ボタンはねもうちょっと大きくしてもいいかなと思います。はい、ボタンサイズはねこの小さなままと全く変わってないんですよね。で、こちらね、最近紹介した、ポーキリ RGB30 なんですけど、こちらめちゃめちゃね操作しやすいんですよ。見ての通り十字キーがね一回り大きくなってるんですよね。まあ、これくらい大きいとね本当あのちょっとね使い勝手もいいんですよね。はい、でこれ、AB ボタン ABXY ボタンですよね。これもねほんのちょっとなんですけど、このでかいだけでね使い勝手が全然違うんですよね。まあ、この辺はちょっとねポーキリーさんの方がちょっと一枚上手なのかなというふうに思います。はい、次ねこの底面のねボタンなんですけども、 FA のねスイッチというのがあるんですけども、これはねどうもねパワーをねちょっとセーブするスイッチのようです。はい、右側にねしておくとマックスなんですけども、まあ、左側にねしておくと、まあ、ちょっとねスピードが落ちる代わりに、まあ、電池の持ちがおそらく長くなるのかなと。なので、まあ、ファミコンとかならね左側にしておきて、まあ、あのドリキャスとかね PSP なんかはこれをね右側にしておくといいのかなというふうに思います。はい、であとね、この黒いね目隠しがしてあるのは多分ねこれ HDMI と端子だと思うんですけども、まあ、コスト削減のためにね、ちょっと廃止になったようですね。はい、で、こっち真ん中にねありますのが、ね、充電用のね、この USB-C の端子になります。はい、あとねマイク端子とあとねはい、マイクロね SD のねスロットこっち開いてますね。はい、そして隣がね 3.5 ミリのねヘッドホン端子になります。はい、でこれねマイクロ SD はねどういったものが入っているかと言いますと、僕もねこれねちょっと見るの初めてなんですけども、あ、128ギガが入ってました。はい、はい、ということでね底面のボタンはね、まあ、ご覧のような感じになっています。はい、それではね上部のボタンなんですけども、 R1、R2、そして、音量ですね、音量のプラスマイナスボタン、そしてホストと書いたね USB-C があるんですけど、これがね何に使うかよく分かりませんでした。そしてこちらが電源ボタンですよね。はい、で L1、L2 という形になりますが、まあ、これね L1、L2 がね結構ね、遊びの幅が大きく違いまして、 L1 はね結構ね、ちょっと押すとすぐに反応するんですけども、L2 はね、こんだけ遊びがあります。はい、でこれ以上押すと、ようやくね、ボタンが押せるという感じで、はい、このようにね、この L1 とね、L2 では、これぐらいのね、遊びの差があります。はい、ではね、次、背面をね、ちょっと見てみたいと思います。はい、これね、かなりね、質感はね、高いと思います。はい、かなりね、スベスベしてます。であとね、右下にね、これ、ストラップのね、穴が開いてるんですよね。なので、ね、ストラップは入ってないんですけど、まあ、お持ちの方はね、ここにストラップをつけることができると思います。はい、最近背面にはね、何のシールもないものが多いですよね。で、5000mAh のね、バッテリーが内蔵されてますので、約ね、5時間のプレイが可能となってます。はい。では次ね電源を入れてみましょうかね。はい、このね電源ボタンを、ポンと押しますと、はい、なんとね、これずっとつけっぱんでね配送されてきたみたいで、これね押すとねスリープになるんですよね。いきなり電源が切れるんじゃなしに、ポンと押すと、まあ、スリープがねオンオフするといった感じになります。で長押しすると、はい、このようにね本当に、電源が切れるようになるということです。はい、でこのね画面なんですけどね、アーケードと書いてありますよね。でファミコン、ポケモン、この3つがね選べるようになってますね。でちょっとねこのアーケード、ちょっとやってみましょうかね。このアーケードをね、ちょっと何かプレイしてみたいと思います。では、1941、これをね、プレイしてみようと思います。で、これね、起動しますと、なんとですね、自動で縦モードになるんですよ。はい。で、こちらをね、はい、画面をね、フルで使えるようになります。はい。そして、十字キーじゃなくてね、このアナログのボタン、これで画面をね、左右上下に動かすことができます。はい、
何のね設定もしてません。このね縦画面のアーケードをね選択するとこのようにね、はい、自動でね、縦モードに変更になるようになっているようですね。はい、まあ、こちらの方が確かにね画面は大きく使えますよね。はい、まあ、非常にね、まあ、操作性は悪くはないですよね。でこのね反対側のね十字ボタンでできるのかどうかというのがねちょっとねどうもできなさそうなんですよね。はい、このね縦モードはこちら側からね、このアナログのスティックの、ね、下側にする方法しか今のところねやる方法はないみたいです。はい、で横にね普通にやる方法もねあるのかどうかちょっと今もねそれは分かりません。まあ、多分設定でできるとは思うんですけどね。はい、ねアーケード遊んでみましたけどもこのね、縦画面なんですけどねこの十字ボタンを下にはねできないんですよね。はい、こっちでもねやれるといいんですけどもこのアナログのねスティックを下にして遊ぶようになってます。あとねアナログの周りに、LED のねリングのランプがねついてますよね。はい、あとね、こちらアーケードとね、このファミコンのカセットそしてポケモンのねゲームが遊べる、こちらのねモードは、このベストと書いてありますよね。上にこちらのモードがこのアーケードとファミコンのポケモンのねセットが遊べるようになってます。はい、でこれね、LR でね、選択できるんですよね。はい、この L と R ですよね。はい、これ L ボタンを押すとね、はい、これ履歴が見れるようになってます。はい、そして、お気に入りですね。お気に入り今何もね登録してないんで、ね表示されてないんですけどもでこのねベストから1回ね R ボタンを押してみます。はい、そうするとね、こちらの、ゲーム機のねセレクト画面が出ます。おそらくこれがね一番多く使う画面かなと思います。でこのねゲーム機の選択画面を移動させるとね、LED のリングが色が変わるんですよね。はい、CPS1にするとリングがねブルーに変わりますよね。はい、CPS2 だとイエローに変わりましたよね。はい、このねゲーム機の種類によって変わります。CPS3 だとオレンジ色、はい、DC ドリームキャストだと白ですね。はい、ファイナルブーニン0だとちょっと紫がかった色、ファミコンだと赤ですかね。まあ、こういったようにゲーム機のね選択をしてやると、まあ、このねリングの色が変わるということになります。ゲームギアは白かな、ゲームウォッチは赤色、はい、ゲームボーイは緑色ですね。はいはい、そしてゲームボーイアドバンスは紫ですね。はい、ゲームボーイカラーはちょっとね黄色がかかった色、はい、といった感じでこのようにね、ゲームハードを選択すると LED のねリングの色が、まあ、変わるようになっているみたいですね。はい、はい、ネオジオちょっとね薄い黄色、ネオジオポケットは白、 PC エンジンは紫ですかね。はい、という感じで、はい、このねリングの色がこのゲームハードによってね変わるということになります。この画面でね、L を押すと、またこの画面に戻ります。で、R を押すと、先ほどのね、ハード選択になります。はい。で、ここで、R をね、もう一回押しますと、このようにね、3つのアプリケーションが入ってます。USB をね、ケーブルをパソコンにつなぐことで、このね、マイクロ SD にゲームをね、追加したりできます。で、これね、ゲームですよね。2048というね、パズルゲームであったり、ユーザーガイドというね、まあ、説明書がね、まあ、見れるようになっています。はい、まあ、こういった感じでね、まあ、ちょっと英語なんですけどね、まあ、こういった、ゲームの説明書がね見れるようになってます。はい、この中にねアップデートのね、まあ、仕方なんかもね書いてあります。まあ、これをちょっとね機械翻訳、まあ、してみますと、まあ、こういった感じになります。はい、まあ このねアップデートはちょっとね後でやってみたいと思います。はい、という感じでこのようにねユーザーガイドが、ね、いつでも見れるということになります。
はい、ではね、この画面でね、R ボタンを押すとどうなるかと言いますと、はい、このね、ネットプレイというね、画面、モードになります。もう一度ね、R ボタンを押しますと、はい、セッティングですよね。はい、これは多分よく使いますのでね、見ていきたいと思います。ブライトです。このね、画面の明るさをね、10段階で、変えることができるようになってます。で、LED ですね。はい、このリングの LED のね、オンオフを、このように切り替えることができます。はい、で下のね、こちらは LED のね、リングの明るさをね、また10段階で変えることができます。はい、これがね、ディスプレイの、モードですね。はい、そしてボリュームはね、まあ、音量ですよね。で、実はこれね、BGM がね、バックで流れてるんですけどもね、今設定ではね、0になっています。あと Wi-Fi であったりね、はい、ありますけども、あとね、このキーマップってありますよね。で、これ、てっきりね、キーマップって書いてあるから、なんかね、A と B の入れ替えとかできるのかなと思ったら、要はね、画面を90度に回転させるかどうかっていうね、選択のみで、まあ、連写設定とかね、この AB やね、LR の入れ替えっていうのはできないんですよね。まあ、ここがね、ちょっとファームウェアでね、できるようになればね、もっと簡単にはなると思うんですけども、まあ、エミューのね、個別設定でできるとは思うんですけどね。はい、そしてこっちがシステム。はい、このね、上のモードでもね、パワーのオンオフができます。で、ランゲージがね、変えれるようになってますので、日本語にね、してみたいと思います。はい。あ、そうすると、日本語になりましたね。はい。ロムをリフレッシュ。まあね、ロムを追加したときはリフレッシュにしてやればいいと思います。で、ハードウェアテスト。ちょっとね、このハードウェアテストをね、やってみたいと思います。あ、ちょっと元に戻っちゃいましたけども、はい。ハードウェアテストはですね、はい、このボタンのね、押したときの、このね、画面確認ができるようになってます。で、L1、R1 は、実は振動に対応していまして、これをね、押すと、はい、ちょっとね、弱いんですけどね、L1、R1 は振動に対応してます。L2、R2 はね、振動には対応してません。ちょっとね、振動が弱いんですけどね、この振動のね、強弱なんかが切り替えれるとね、もっと良かったんですけども、はい。で、十字ボタンとかね、押すとこのように画面がね、緑色に点滅するんですけど、ちょっとこれね、バグがありまして、わかりますかね？十字キーをね、押してないんですけども、離すとね、なんか緑色のね、ランプが点灯したままになってますよね。まあ、この辺もね、ちょっと、ファームウェアのね、アップデートで直るといいかなと思います。はい。これは単なるね、表示のバグですのでね、まあ、実際に押しっぱなしになっているということではありません。はい。という感じでね、このボタンのテストがね、まあ、できるようになってます。で、これをね、終了するのは、メニューボタンとセレクトボタンを押すと元に戻ります。で、ジョイスティックのね、まあ、テストなんかも、はい、できるようになってます。はい、あとね、デバイス情報。はい、こちらのね、はい、ファームウェアのね、バージョンなんかもね、確認できるようになってます。バージョンはね、1.0.0 ということで、はい、今ね、もっと最新バージョンがありますのでね、後でバージョンアップしてみたいと思います。はい、という感じでね、一通りメニューをね、見てみました。はい、こちらがね、ゲーム機選択の画面になるんですけども、実はね、1ヶ月以上前にね、ゲーム機を手に入れられて、まあ、ネットにね、動画をアップされている方の画面とはね、実はちょっと違うんです。まあ、どう違うかというと、このね、選択画面が2列になってるんですよね。まあ、昔に手に入れられた方というのは。で、これなぜ1列になったかというと、2列にするとね、CPU のね、使用率が非常に高くなるということで、これが1列になったわけなんです。まあ、ですのでね、もし最初にね、手に入れられて、これ、2列表示になっている方はね、まあ、早急にアップデートしてね、このファームウェアをね、最新のものに変えた方がいいと思われます。はい、ではね、早速今からファームウェアをね、アップデートしたいと思います。はい、それではですね、本体にね、入っていますマイクロ SD をね、取り出します。はい、でこれをね、まあ、パソコンにね、まあ、接続していきます。はい、まあ、このようにね、アダプターをつけて、まあ、パソコンに、接続します。はい、次ね、このトリム UI の、ね、ホームページを開きます。まあ、そうしますと上にね、ファームウェアと書いたところにトリム UI、
スマートプロフォームウェアと書いてあるとこがありますので、こちらをクリックします。はい、でね、ファイルをね2つダウンロードする必要があります。まあ、1つはね、このね本体のファームウェアなんですよね。はい、でずらっとね下、スクロールしていきますと、はい、2つね、なんかダウンロードするものがありますけども、ね、1つはね古い日付のものがありますので、必ず日付を見てね新しい日付のものをダウンロードしてください。でまだねこのビデオをねご覧になっている方で、これでねビデオより新しいものがある場合はね、新しいものをダウンロードするようにしてください。でこれ、ね、ダウンロードしましたら圧縮されてますのでね、解凍してデスクトップに置いておいてください。はい、でそしてもう一つね、ダウンロードする必要があります。はい、これ画面をねもうちょっと、下にスクロールしますと、 SD 用のねパッチと書いたところありますね。はい、このマイクロ SD にをねアップデートする、パッチがねありますので、こちらもダウンロードします。はい、これもね、圧縮ファイルになってますので、ダウンロードしたら解凍してねデスクトップに置いておいてください。はい、圧縮ファイルをねダウンロードして解凍したものになります。はい、まあ、2つありますけどね、使うのはどちらかというと下の方になります。ね、このフォルダのねファイル名にこの SD パッチと書いてない方は、まずね最初に使うフォルダになります。ではこちらをねクリックしますと、はい、4つフォルダがあります。4つファイルがありますよね。でこの中で使うのは1つだけなんで、まあ、詳細モードにしますと、わかりますかね、ピングピングテキストと書いて、もう1つにね拡張子が、AWIMG と書いてあります。はい、これをね、使います。これをね、マイクロ SD にコピーしてやる必要があります。はい、ではね、本体からね取り外しましたマイクロ SD なんですけどね、こちらが、はい、取り外したマイクロ SD になります。はい、ね、6つのフォルダがありますけども、あ、7つかな、はい、フォルダがありますけどね、このフォルダの中にはね必ず入れないでください。このねフォルダの外に、先ほどのねファイルをコピーします。はい、ではね早速コピーしていきたいと思います。はい、このね、フォルダの中にある、ちょっとね詳細モードにしまして、はい、このね IMG というね拡張子のファイル、はい、これをねコピーしてやります。はい、ね、4つあるんですけどね、コピーするのは1つで OK です。はい、次にねやることがあります。はい、それは何かと言いますと、電源をね切ります。はい、電源ボタンのね長押しても結構ですけども、あのシステムのね、設定画面からもね電源を切ることができます。でこれね電源をね、切ることができましたら、先ほどのねマイクロ SD を入れます。11点なんですけども、電源の入れ方がねちょっと特殊です。ボリュームのマイナスと電源をねこれ両方同時長押しします。はい、ボリュームのマイナスと電源ですね、これを同時長押ししますと電源がね入りますので、はい、あ、電源入りましたね。そしたら電源とマイナスのね、ボタンを外してください。はい、そうしますとね、棒グラフがね出ますので、これがね、右までいっぱいになれば、アップデート完了ということになります。これね終了するとね自動で、再起動されます。はい、で再起動がね完了すれば、無事ね、ファームウェアのアップデート終了ということになります。はい、無事にねアップデートは終了したんですけども、ではですね、次まずねこれマイクロ SD をね取り外しまして、今はね行ったのはこのね本体の中にあるねファームウェアをねアップデートしました。で次やるのはね何かと言いますと、このねマイクロ SD のねアップデート、こちらをねやっていきたいと思います。はい、ではねまた、このマイクロ SD をね、パソコンにね、接続したいと思います。はい、次ね使うのは上側のフォルダになります。フォルダ名にね SD パッチと、書いてありますよね。はい、これをね、クリックしてね中のフォルダを見てみますと、6つのねフォルダがあります。はい、このね6つのフォルダすべてをマイクロ SD にね上書きしてあります。
はい、でこちらがね、このマイクロ SD のねフォルダになりますけども、こちらにね上書きしてみたいと思います。はい、左がねマイクロ SD ですので、右からね左へドラッグ&ドロップでファイルをね上書きしていきます。はい、でこれね、上書きしてねしばらくするとファイルを置き換えますかというふうにね出ますので、ファイルをね置き換えるというところをクリックします。はい、でねファイルが上書きすればね、完了ということになります。マイクロ SD をね、このように、まあ、差し込みまして、はい、ではねファームウェアをね見てみたいと思います。あ、英語表記に戻ってますね。もう一度、はい、ランゲージをね日本語にしたいと思います。はい、先ほどは国旗がなかったんですけどね、日本の国旗が表示されてますね。あと韓国語もね増えてます。はい、ではですね、デバイス情報、こちらを見ていきたいと思います。はい、バージョンというところがねありますけども、そのバージョンをね見てみますと、先ほどね 1.00 だったんですが 1.02 とアップデート無事にね成功しました。ということでね、アップデート無事成功ということですけど、あと先ほどね動かなかったこれキーテスト、はい、ハードウェアテストねやってみたんですけども、こちらはねちょっとまだ不具合は治ってないみたいですね。はい、キーをね同時に押すとまだね指を離してもまだ押した状態になってますよね。はい、こちらはまだねちょっと不具合はまだ修正されてないということになります。はい、ということでこのねアップデートは2つ、本体の中のファームウェアと、マイクロ SD のね、アップデートと、この2つがあるということになります。もちろんねこれ2つ同時にあるとは限りませんのでね、本体だけの場合だったり、マイクロ SD だけの、ね、場合もあると思いますので、まあ、その都度ね、このバージョンを確認しながらアップデートをしてみてください。はい、ということでね、アップデートにね関する情報をお伝えしました。はい、マイクロ SD のね中にフォルダがねあるんですけども、その中にこの ROMs と書いたフォルダの中にね、ゲームフォルダがいろいろ入ってますので、その中に、まあ目的のね、ROM を入れてやります。はい、これ僕がねいくつか入れたんですけども、はい、これね日本語対応してますので、あの半角の英数字である必要はありません。日本語で OK です。はい、まあ、このようにね、まあ、ROM を入れてやります。で、そのね ROMs フォルダのね2つ上にImgs というね、フォルダがありますけども、その中にもねゲームフォルダがありますよね。でここにサムネを入れてやります。はい、ファミコンのフォルダをね覗いてやると、ゲーム名とね同じ、名前にする必要があります。はい、で拡張子はねピングのみになります。 JPEG だとね表示されませんので注意が必要です。はい、そして注意点なんですけども、あの普通にね例えばファミコンのあのねゲームカセットのサムネをねコピーするとですね、あのこれ正方形に強制的に引き伸ばされちゃうんですよ。こんな風にビヨーンとなんか縦にね長くなっちゃうんですよね。はい、なので、もうこの正方形のね、この画像ファイルを用意しておいて、その正方形の画像ファイルの中に貼り付けるようにします。だいたいこの正方形の大きさはね、まあ、500ドット×500ドットぐらいでが限度のようです。はい、まあ、このようにしてね、この正方形の中に貼り付けるようにすると、まあ、ちゃんとね表示されるようになります。はい、はい、ではね、ちょっといくつかサムネを作ってみましたので、見てみたいと思います。でね、このゲームの、ね、入れた後というのは、このねメニューボタンを押しまして、ロムをリフレッシュという、ね、項目を選択します。これで、ね、入れたロムが反映されるようになります。はい、どうですかね、この 500×500 の、ね、この正方形の中に、この、ね、ファミコンのカセットの、ね、画像を、ね、入れてやるという感じになります。はい、ちゃんと、ね、表示されてますよね。はい、あとねお気に入りの登録の仕方というのをねちょっとやってみたいと思います。今ねこれソフトが少ないんですけども、もしこれね何千本というソフトがあったら、その中の1本見つけるって非常に大変なんですよね。まあ、そんな時はね好きなゲームをお気に入りにね登録しておくと簡単に見つけることができます。はい、このようにね合わせましたら、
そうですね、このお気に入りにしたいゲームを、ね、合わせてメニューボタンを押します。そしてお気に入り追加というところを選択すると簡単に追加できます。ゼビウスも、ね、同じように追加してみたいと思います。はい、これで、ね、2本追加になりました。では、ね、L ボタンと R ボタンでお気に入りと書いたところに合わせますと、このように先ほど、ね、お気に入りに、ね、登録したゲームが表示されます。まあ、ここから簡単に、ね、遊ぶことができます。ではちょっと、ね、ゼビウスをやってみたいと思いますが、同じように、ね、同じ画面から、お気に入りに、ね、登録したゲームを削除することも、ね、できますので、はい、このように、ね、簡単に、はい、たくさんの、ね、ゲームの中から、ね、選択することができるようになります。はい、では、ね、ちょっとゲームを、ね、プレイしてみたいと思います。はい、でこの、ね、ゲームを、ね、始めますと同じくメニューボタンから、ね、この保存と、ね、ロード、まあ、セーブやロードができるようになります。で各ゲームごとに、ね、10箇所の保存場所がありますので、ね、まあ、好きなところに、この、ね、セーブデータを保存しておけます。まあね、ファミコンや、ね、ゲームボーイだと、まあ、非常にスイスイ動きますよね。あ、まあ、ゲームの、ね、ハードによってはかなり、ね、ちょっとゲームを選ぶ、ハードもあるとは思うんですけどね。はい、まあ、このファミコンやゲームボーイに関して言うと、ね、まあ、非常にスイスイ動くと言っていいと思います。あとね、メニューボタンからね、アドバンストメニューというのがありまして、まあ、これはね、このレトロアーチにね、簡単にアクセスできて、さらにね、細かい設定を行うことができます。はい。はい、ではね、またちょっと別のゲームをプレイしてみたいと思います。はい、こちらの、ね、ソフトなんですけども、実は今年発売になったばかりの、ね、メガドラ版のシティコネクションになります。はい、ファミコン版では、ね、発売されていたんですけども、メガドラ版は、ね、今年になってようやくということになります。まあ、ファミコン版の、ね、出来があまりに、ね、良すぎるんでね、まあ、別にメガドラ版なくてもいいんじゃないかと思うんですけども、ちなみにこれね、吸い出しはね、特殊なね、高価な機材を使ってません。レトロフリークをね、使って吸い出しました。まあ、もしね、ゲームカセットでね、吸い出しを考えておられる方がね、おりましたら、まあ、僕の動画ではね、レトロフリークを使ったね、カセットの簡単吸い出しのね、動画をアップしていますのでね、まあ、概要欄に貼っておきますので、
もしね吸い出しでお困りの方は、これをねご覧になってからね検討してみてはいかがでしょうか。はい、でこれねシティコネクション、まあ、後出しだけあってね、まあ、ファミコン版にはない難易度調整だったりね、まあ、最初からねオイル缶の数を持ってたり、まあ、ライフの数であったりね、あと、サウンドをね自由に聞くことができたりするようになってます。ともね、いろんなねハードのゲームをねダラダラとプレイしていますのでね、まあ、ちょっと参考がてらにね、まあ、ぜひご覧になってください。
具合のね、このゲーム機紹介してきました。まあ、比較的ねこの安い値段でね、買えて、見栄えがいいゲーム機だと思います。これね、大体海外で大体ね79ドル99セントね、本体のみで販売していまして、これもし今がね円高でね、もうほんと 3,4 年前だったらもうほんと8000円9000円でねお釣りが来るぐらいの値段なんですよね。はい、ちょっとね今ね円安でね1ドル150円近辺なんでね、ちょっと1万円以下ではね買えないかもしれないんですけども、非常にね価格設定を頑張っているかなと思います。しかもねこれゲーム機ねわずか、3代目なんですよね、開発するのが。3代目にしてはね、かなりしっかりしたものなんじゃないかなと思います。ただね海外の方なんかのねレビューを見てると、やはりね、十字ボタンの大きさ、操作性、あとはね CPU がねもうちょっと良ければなというね、そういったコメントがねめちゃめちゃ多かったですね。はい、ドリキャスとかね PSP なんか、やはりソフトを選ぶよねっていうね話がね、たくさん書き込まれてました。はい、ということでね、今回こちらのね商品紹介しましたけども、これで購入してもねかなり満足度はね高いんじゃないかなというふうに思います。はい、ということでね、今回こちらのね、トリム UI、スマートプロ、こちらのね商品紹介してきました。はい、ということでね以上で動画終了になります。